こんにちは、波乗り三昧です。2018年8月24日11時50分の仙台市からの波情報をお知らせいたします。今日の波サイズなんですが、どうでしょうね、頭ぐらいかな、味方に打ち頭半ぐらいまで、昨日に比べたらだいぶ、サイズ下がってますね。南防波堤に打ち付ける波が相当すごい感じなんですが、潮を上げてるのもあると思うんですが、天気は曇りですね。雨がパラパラと降るっていうか、そんな感じで、南東風が相当強めに、吹いています。ジャンクでクローズドという、そういうような状況です。今日一日、仙台新港では何乗りはできないと思われます。他のポイントも南風がとても強いので、今日は行けそうなところ、どこも思いつきません。それでですね、台風20号が日本海側に入って今北上中なんですが、抜けるのが、北海道あたりに再度上陸して、オホーツク海側に抜けるのがどうでしょう、明日いっぱいかかってしまうのかなと思うので、明日のコンディションも、なんていうんですかね、台風に吹き込む、やっぱ仙台新港だと、南東風が強くて、ジャンクな状況が一日続いてしまうのではないかなと思われます。夕方とかどうでしょうね、明日も厳しいんじゃないかなっていうかね、そんな感じで思っています。でですね、明日明後日になったら、進行でも、波乗りできるのかなとは思うんですが、台風の位置がね、今日本海なんで、波は風が収まった時点ではもうあんまり波残ってないと思うんですね。なので、あさって波乗りできたとしてもどうでしょう、あまり、いいコンディションは期待されない方がいいのかなと思います。それで台風が、北海道あたりに上陸して、オホーツク海側に行って、風がオフショア系に吹いてくればと思ってるんですが、多分20号が先に、オホーツク海側に出て、その後19号というかね、そういう順番になっていくのかなと思うんですが、当分進行で波乗りするのは厳しいのかなと思うんですよね。で、台風が2つとも抜けていって、仙台進行にバックスウェルを、なんていうんですかね、届けるほど勢力が、20号19号の勢力が、オホーツク海上で勢力が残っているかっていうと、その辺もちょっと厳しいんじゃないかなと思
壊れるんですよね。だから、今日金曜日ですか、月曜日とか火曜日とかね、20号、19号のバックスベルトが若干の期待なんですが、オホーツク海岸出てのバックスベルトが、少しは希望を持ってるんですが、厳しいのかなっていうかね、そんな状況で、思っていたと思いました。そうしているうちに、21号ぐらい発生してきそうな感じなので、そちらの台風を、期待した方が、いいのかなっていうかね、そんな思いがあります。まあ見ていただいたように南東風はめちゃくちゃ強いんですよ、波サイズは、なんていうんですか、期待しているほど波は伸びていない状況です、寄ったりな感じですかね。さすがに今日は新港車がほとんどいません。画像を今10分ほど前に撮りたいなと思って、無音の状態が続いてしまったんですが、今年のYouTube 見ていたら、バリ島のウルアツとかがすごい波いいみたいですね。だそうですね、ウルアツ、まあ、いいっつってもバカでかい、考えられないぐらいバカでかい、波、メガサイズの波がジェットスキーでウルアツで乗ってるのが、私のブログなんかで、アップしてて、私はパタパタとかね、すごいいいように言われてるみたいで、次回の海外旅行はハワイにぜひとも行きたいと思っているんですが、なんか YouTube でハワイの相当の治安があったし、ホームレスがたくさんいて、ね、なんかワイキキの治安も相当悪化していて、長年ハワイに住んでいた方が、YouTuber なんですけど、沖縄に行きたいというかね、そんなような動画を見て、ハワイになるのもいいんですが、バリまあ私が引くときどうかわからないんですけど、ウルアツの波とか、もう一度攻めてみたいなみたいなね、そんな気持ちでもできちゃうんですけどね。結構若い頃でウルアツで額6針ずつ縫って、病院に立たせるということもあったんですけど、まあ、その後リベンジしてね、乗ってるんで、バリもいいかなとかね、そんなことも思ってます。あと私ね、セキュリティなんですよ、仙台市立病院に隔離された経験などもあって、バリにはちょっとね、あんまりいい思い出がないの
ジャンクな、東京を見ていただきまして、ありがとうございます。それでは。